本質ってこうとしか言えない意味ですね、うん、そこが本当は重要なんで、うん、要するに直接経験があってそれ初めてこのサイエンティフィックな客観的、うん概念分析的あるいは数値化があるので原点は全身全霊の直接経験にあるということを言ってそこから本質的な意味って身体ですかね、まあ、そういう意味でその身体抜きに意味っていうのは出てこねえという発想でもあるわけですよね。しかも主観が重要なんだっていう今ここに見ている現実これ一つ一つ今ここ私だけにしか見えない現実がここにあるわけですね。そういう直接経験があった上でその意味の本質っていうのは何なんだっていうことを言語化するとあるいは最終的には数値化するとその順序は逆じゃないっていう一人一人の現実直感それはみんな一人一人違うんでそれを本格的にぶつけ合いながら客観に持っていくと、うん、そこからそれを概念理論数値化するんでその順序は逆ではないと、うん、その本質っていうのはやっぱ動いてないと見えないという、うんうんうん、動きの中で本質を追求する、うん、だから